さあどうしましょう、買いますか買いませんか。いやその決断はもう俺じゃあ買います。大分のメラインターを降りました。さあお店が見えてきたよ。おお、ほらあるよ。おお、すげー、すごいです。すごーい。いや、ほんとすごいね。ほんと？おぉ、すげえ。めっちゃ良くない？やば、めっちゃいいね。乗りたい。うわー、こらすごいわ。ここ屋根ビーン出てくるよ、ビーン。そう。あ、こんにちは。すいません、ちょっと遅くなっちゃいました。大丈夫です。よろしくお願いします。あ、いやいや、本当。じゃじゃん。お。はいはい。はい。うわあ。名前つける？はい。名前何にする？パパ実はもう考えてんだ。考えてらっしゃったんだ。実は考えてたんだ。発表していいですか？うん、発表いいですか？うん、緑だから、うん、ね、カエルっぽいからフロッピーにしようと思います。フロッピーいい？フロッピーまずはカエルっていうところを説明しないと。そうか、そっからです。そっからだ。おお、鍵がいっぱい。あれ、なんかフットライトついてないですか？はい。え？サービスで。おいおい。ただちょっと光らないように。ああ、そうなんですか？はいはい、全然全然。光らないけど一応。あ、ありがとうございます。これは向こうが。はい、あ、本当ですか？はい、ちょっとないかな。わあ、すごーい。ついに来た。うわ、ミルくんだ。え？ミルくん発見。本当だ。すげえ。もう寝てましょう、そこ。本当やね。ここって。もしかして、洗う場所ね。洗う場所。やば。じゃあ使い方みんなで覚えようかな、はい、じゃあ使い方を教えてもらいましょう、はい、ね、いっぱいあります、使い方覚えること。はい、ということで長年の夢だった JP スターさんのハッピーワンプラスを受け取りに大分県にある正規代理店トータルカーショップストリートさんへ行ってきました。この後めっちゃ丁寧に使い方などレクチャーしてもらっているので今後の動画で上げていきたいと思います。お楽しみに。